今日はこれで終わりにしよっか。うん。もうか、早いね。走ったりするとこんなに疲れるんだね。びっくりしちゃった。缶蹴りって疲れるからね。楽しかった？はい。よかったよね。これからはもういつでも一緒に遊んで大丈夫なんだよね。はい。それじゃまた後でね。私もこんなにお腹すいたの初めてかな。手洗わなきゃ。お兄ちゃんもだよ。外で遊ぶとそうなるんだ。あ、そっか。お兄ちゃん、私頑張ってお料理覚えるからね。よくないよ。おばさんに迷惑かけてるもん。それはしょうがないよ。まだ慣れてないし。台があれば大丈夫。何回も練習すればすぐに作れるようになるよ。どうしたの？
でも、もうすぐご飯なんだけど。まあ、いいけど。何言ってるんだよ、京介。お兄ちゃん、どうしたって。お兄ちゃん、死んじゃったのかと思ったのよ。だって、揺すったって叩いたって、全然起きやしないんだもの。冗談じゃないのよ。心臓が止まるかと思ったわ。はい、葵ですが。おはよう。お
遅かったね。こりゃ遅刻かな。やれやれ。ほら、喋ってないでさっさと食べて。私はいい。食べてたら遅れるかもしれないし。エマちゃん食べるの遅そうだもんね。どうしてそういう推測が出てくるのかわからないけど。って感じだね。美少女なのに何なの？ほら、ボケっとしてないで走る走る。はい、着席。欠席、ずいぶんと多いな。国見みたいに走ってくる生徒もいないと。インフルエンザでも流行ってるのか？テレビでやってましたよ。原因不明の病気が蔓延してるって。え？それはびっくりだな。そのせいなのか？走ってきたの？朝、起きられなかったんだろう。俺も同じだったからな。ちょっと
睡眠薬みたいな感じだよな、マージって。何ポソポソ密談してんのさ。パンツ見えるぜ。大丈夫大丈夫、このスカートは38度線を死守してるから。乗り越えたら危険ってことか。で、何？なんか楽しいことでもあった？楽しいことっていうか、なあ。ありゃりゃ、私は仲間外れですか。いいもんね、サンデーに聞くから。にゃ、ほんほん、ほうほう。なんだ、最近出回ってるっていうあれを飲んだんだ。いや、なんだ、聞こえてたんだ。いや、猫の聴覚は人間より鋭いよ。そっか、でも私は感心しないな。まあそうかもな、ちょっとドラッグっぽいし。というか、人生は一度きりだから大切だってこと。リセットボタンがないからこそ人は人生を戦わないといけないわけで。神崎さん、真面目なパンクスみたいだな。逃げてるだけじゃパンクとは言えないぜ。それでも俺は過去に戻ってリセットボタンを押してやりたいんだ。完璧超人なんてどこにもいないからね。キツネ。ちょっと聞きたいことがあって。今朝のことだけど、